こんにちは、金黒です。気がついたら体重が大変なことになっていました。金黒レビューチャンネル。今年2020年に入ってから子供の学校の都合で家族と今は別々に住んでいます。そこで一人で住むようになって、なんかやっぱり食生活がかなり乱れたんだと思うんですが、最近になって何か体調がおかしいなというふうに感じるようになりました。一番最初に思ったのは、自分の便がやたら臭いなと思ったのが原因で、いろいろ調べてたらどうも野菜不足が原因じゃないかなというふうにも最近感じました。インスタント食品を主に食べてるのもあって、確かに全く野菜類は摂ってないなというのもあって、そこで何らか自分の体調がおかしいなと思ってきたところ、不意に少し前に体重計に乗ってみたら体重がえらいことになっていました。なんと111キロもありました。これは自分の人生史上最も重い体重です。身長は183センチあるんですけど、さすがに体重111キロというのはかなり肥満だと思います。金黒レビューチャンネル。かなり肥満になってしまって、3日前から取り組んでいるダイエットが16時間断食ダイエットに今取り組んでいます。ちょうど今日で3日目ということになります。このダイエット方法は1日24時間を3等分にして、8時間のうちに食事をして、残り16時間3分の2の時間は全く食事をしないというダイエット方法です。今日3日目でかなり体も慣れてきて、空腹感もかなりなくなってきた状態になりました。このダイエット方法は結局12時間以上食事をしないことによって、体が危機感を感じるのか、脂肪が燃焼しだすっていう、そういうダイエット方法らしいんですけど、さらに詳しくホームページを見ながらご説明すると、食事をしない時間が12時間から16時間続くと、体からは若返りホルモンと呼ばれるグレリンという成長ホルモンが分泌され、代謝を高めたり筋肉量を増やしたり、脂肪の分解を促進させるなどの体の変化が起こります。また脳や血管、肌など若く保つ働きをするサーチェイン遺伝子が活性化することが分かっています。このサーチェイン遺伝子とは若返りホルモン遺伝子とも呼ばれているそうです。空腹の時間を作ることで体の中の脂肪燃焼システムや若返りシステムを発揮することができるそうです。金黒レビューチャンネル。ダイエットとしては16時間断食ダイエットが一番私には合ってるかなと思って3日前から始めたばかりなんですけど、もう一つ取り組んでみようと思ったのは、そもそも1月から家族と別に暮らしていて完全に野菜不足の点があって、やはり野菜不足といえば青汁じゃないかなと思って、3日前からドラッグストアでヤクルトの私の青汁を飲んでいます。この青汁のことについても調べてみると、どうもこのヤクルトのこの成分にも書いてるんですけど、大分県産の大麦若葉がどうも青汁は一番トップブランドでいいそうです。ただこのヤクルトの青汁も、青汁のイメージとしてはまずいっていうのが有名ですが、あんまりこれまずいっていうふうにも私個人的には感じなかったんですね。どこかなんとなく私自身はこのヤクルトの私の青汁が物足りないように感じてきて、そこでおととい Amazon でまた青汁製品を買っていました。ちょっと開けてみましょう。買ってみたのは、ちゃんと銀座マルカンのゴッドハートダイエット青汁です。これもかなり効果がいろいろ調べたらありそうなので、この青汁を少し試してみようと思って買ってみました。あと、ついでと言っちゃついでなんですけど、もう一つ、銀座マルカンで一番ヒット商品であるスリム土管というのも買っていました。あと買ったのは青汁を飲むときに使うこちらのシェーカー、透明なものだとこう振って
青汁を作った時に、まあ、青汁ってはっきり分かるので、ちょっとこのスモークがかかった色がついたシェーカーを買ってみました。これはまだ買ったばかりでまだ飲んでないんですけど、スリム度感と合わせてダイエット効果がどの程度あるのか、これから試していこうと思います。カネクロレビューチャンネル。ダイエットを始めて3日経ったんですけど、最初買ったのはヤクルトの私の青汁を買って、そこから同日16時間断食ダイエットを始めました。最初に食事するときは私の青汁を飲んでから食事するようになったんですけど、どうも野菜を先に取ったり青汁を飲んでから食事した方が効果があるようです。今3日経った時点では体重が1キロ減ったんですけど、何せ体重が111キロの1キロというのは多分誤差の範囲で痩せたというふうに言えると思います。まあ、痩せたといううちには入らないようなダイエットです。ただ体重自体は急激に体重が落ちるよりも緩やかに体重が落ちた方がリバウンドしにくいと思うので、このまま緩やかに体重が落ちればいいなというふうには思います。また16時間断食ダイエットをやってみた感想としては、思ったよりお腹が減らないなというふうに感じました。まあ、全くお腹が減らないというわけではないんですけど、まあ、空腹も1時間ぐらい経つと全く気にならなくなって、逆に今までの食生活だとちょっと食べるとまだもう少し食べたいなという気持ちの方が多かったのが、完全に時間を区切ってしまうと今は食事する時間じゃないと割り切れば全くお腹が減ることがなく、逆に久しぶりにお腹がグッと鳴った感触を得ることができました。お腹がグッと鳴ると何か健康になってるなという勝手な妄想なのか、まあ、お腹が鳴るのが少し楽しみっていうところもあります。またさらに今後は、まあ、強力な銀座マルカンのダイエット青汁と、あと定番商品のスリムダカンも併用しながら、今後体がどのように変化していくのか私自身すごく楽しみです。今回は16時間ダイエットと青汁を併用しながら今ダイエットを始めたという内容の動画でした。まあ、正直なところ私は今までそこまでダイエットの知識がなかったんですが、よろしかったらコメント欄にダイエットについていろいろ教えていただけると嬉しいです。また今後体重が111キロからどのように変化していくのか、この YouTube チャンネルでまた実況的にレビューやっていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。